それでは D ブロック決勝いきましょう。1P 側から海音のウィングゼロ、 2P 側にホッピオのキューブレー、 3P 側にカリメロのエクシア、 4P 側に5丁のシャイニングでお願いします。海音、ホッピオ、カリメロ、5丁、ウィングゼロ、キューブレー、エクシア、シャイニング、お願いします。 1P 側に海音さんですね。 OK です。さあキューブレーを2度移したんで、まあそれ以外かな。エクシア、シャイニング、ウィングゼロ、どちらかいきましょう。あれ、ウィングゼロも2回か。お前を殺す。さあエクシア、シャイニング、まあどっちかいきますか。さあステージはスターダストメモリーからの、これどうなのよ、これはこれでどうなのよ。さあステージ的にちょっとこちらきついぞと。狙い撃つ。さあメインを当てていく、回り込んだか。さあ特殊かわして、自分の心配をしたらどうだ。さあ回り込んでいく。さあファンネル少し大変怒られているか。狙い撃つ。バックアップ。さあなんとか騙し騙し近づいていく形ではある。さあ横手少し触れて、さあシャイニングにもビームが飛んでいる。これはバウハンネルしよう。そしてウィングゼロがそこから拾っていくと。さあなかなか地形にも救われない。思ったように打点が取れずといったところか。さあ Y8 も破壊する。敵に捕捉された。さあメイン横からメイン、しかしシャイニングフィンガーソード。さあ外したがなんとかなるか。おお、こちらがダメージでかい。わあ、サラマンターより速い。よいしょ。さあ時間切れ、これは捉える。さあ残り4000こそ。それしてるメイン、作戦の失敗は許せない。さあ残り3000コストどう奪っていくか。俺に消毒よそ見て、特殊変なところで爆発されても困るのでうまく逃げていく。トライ。さあ骨格逃げるが、これはシャイニング出し切り、なんとかダメージを奪って帰ってきてくれた。キュブレイが押してくれ。さあロリバス、やはり骨格ではかわせない。しかしアシスト、これはワンチャン取りに来て、キュベレーが粘り勝ち。勝利したのは 1-2P、 運用とのウィングゼロとホッピオのキュベレーの勝利となります。おめでとうございます。さあそれでは決勝ブロック入っていきましょう。はい、じゃあ決勝ブロック入っていきます。負けても3位決定戦ございますので頼らないようにお願いいたします。それでは 1P 側から入っていきましょう。ゆっくりした結果、あと、友人がシラゴンに目覚めたのターン、ターン X。2P 側にナムロ、あと木星帰りのダブルゼータ。 3P 側にマキシマ、あと私のウィングゼロでは無理だったの、ゲドラフ。 4P 側に5台、あと通信連打勢の V2 でよろしくお願いします。さあそれではうなぎパイも出そうか。はい、決勝ブロックに入った方にはこちらうなぎパイ 1人2つ取っていただきましょう。置いとくんでみんな食べてね。まあ渡しててもいいね、どうしたもんだろう。さあ、どうすかな。サイズダブルデータゲドラフ V2 ですね。そうね、 V2 ゲドラフ組になったらゲドラフこのまま行こうか。さあステージはアクシズからの V2 ゲドラフ組になったので 1,2,3,4 このままいきましょう。さあダブルゼットタイクス対ゲドラフ V2。 さあちょっと危なかったか。さあまずは近づいていく、ゆっくりと徐々に近づいて。さあこれはキャラマスが剥がれたか。いけるか、クソのブレッドサブ見て。そうだ、サボ落ちして少しでも包丁を見るわけしていく。ライフレッジがそうね。どうってことありません。ミサイル降ってきてる。前エステも踏むしかなかった。はい、でもダウン中だったのでなんとおことなきを得て。さあおダウンを取っている。少しずつ少しずつ攻めていく。なかなかいやらしい。
いつの間にか体力は減っている。スクロノクルがとどめを刺して残り3000こそ近づいてサブレーシャー引いてライフル。さあブラディッシュ自身はクロノクルだがやはりキャラも世界でいるが証拠が熱を持ち始めた。証拠が熱を持ち始めた。さあここでダブルゼータも落とし V2 ゲドラヘンがなかなかにいい感じで押している。さあ射3射取ってダブルゼータ瀕死。さあバズーカでちょっと先落ちそうだがこの状況だったら先落ちしてもなんとかなるか。だが油断はしないがというところで残り4000こそ、そして1000こそ、そしてこれはワンチャンチャンスを作っていくあちら。なんとかこちら体力の多い方のゲドラフが攻めていきたいところ。ダブルキャノンダメージ取って V2 がやばい。だがこちらもなんとか落としきって勝利したのは3位 4B、マキシマのゲドラフと、5台の V2 がまずは、優勝決定戦進出です。おめでとうございます。こちら、まあ、3位以上3位以上というか4位以上の人はどんどんうなぎパイ食っちゃっていいので持ってっちゃってください。1人2枚ですね。はい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 、何なるものではないんですけど、決勝取りすがりの全裸がすごい勢いでオーガンダムのを持ってきた。じゃあこちらも優勝てか、まあ、入賞商品に加えましょう。じゃあこちら1人2枚あ、はけちゃっていいんでどうぞ。それでは決勝ブロック2つ目いきましょう。 1P 側からパーカーアット、パーカーアット、ロリーマン推しのマスター 2P 側に夏希のデスティニー 3P 側に海音とアットイエスのウィングゼロ 4P 側にホッピオのキュベレでよろしくお願いします。お前を殺す、うなぎパイ開かないから諦めたんだり開けてくれ開けてくださいみたいな。もう手ぬるぬる今日、ステージ V ガンステージからのウィングゾロデスティニーキュベレーマスターマスター行くかい。ゼロよよろしくお願いします。俺を導いてくれ肩払いたいわ。さあ開けてもらってね、4位以上、現在確定している、決勝ブロック上がった方は1人2枚食べちゃってください。こちらうなぎパイ。さあ戦闘始まってデスティニーと、キュベレーが相手なんだっけ。3000が相手のこちら3000、2000、ディスティニーとウィンクゼロですね。が相手ですね。問題ない。さあ攻め込んできている。大した損傷ではない。横しかしこちらはバイエイトが置いていたか。さあ横横横拾い直してこちら押して残り4000。さあキュレも少しバックでいける。これは作戦的には2000に落ちなのかなって感じですか。まあ、差し込んでいきたい。横下行って大ダメージ。さあウィングゼロの方にもバイエイトをかわいつつコンボ中。だから若干コンボミスしてしまったようだ。さあシート横下ダウン展開。ウィングゼロはロリマスクかな。まあ差し込んで、さあ5000と乱戦に巻き込んだらこっちのもんよといった感じの流れを作っている。さあしかしこちらキュウエの体力もなかなかいいところまで持ってかれている。さあロリマスク回して、さあ寄せてバイエイト。さあ病気病気なじゃない、レイさんありがとうされて残り1000こそ。さあレジェンドのレイさんありがとうされてメイン走っと横をぶん回してくる。ピカーすごいガクガクいっている。しかしウィングゼロ蚊帳の外逃げていた。押し込んでいる。だがなんとか勝ちの上を作っていきたい。さあ振り向き打ち根性値全開ワンチャンあるか。あー届かない。いやだが差し込む。だが生きる。勝利したのは、ウィングゼロと、デスティニー組2位 3P 夏希のデスティニーと運用とのウィングゼロの勝利となります。おめでとうございます。それでは負けてしまいましたが、パーカーさんとホッピオさんが3位決定戦進出ということで、3位決定戦から先に、消化していきたいと思います。こちらは何体あるんだ。すげえ量あんな。4体か。オーガンダムとまあデュエルですね。こちらのプラマは上位4人ということで、じゃあ3位決定戦先にやっていきますね。はいどうぞ。 1P 側からゆっくりした結果のターン X2P 側にナムロのダブルゼータ 3P 側にパーカーのマスター 4P 側にホッピオのキュブレで3位決定戦やっていきましょう。
こちら勝てば3位、プラス3ポイントハイリーノといった感じですね。